九代将軍法歴十年である。聖徳元年十二月二十一日、御三夜奇襲藩の第五代藩主、徳川義宗の長男として、江戸赤坂の奇襲藩邸で生まれる。母は、側室、大久保氏。陽名は、長福丸。父、義宗が、将軍に就任することになると、同時に、江戸城に入り、享保十年に元服。 それまでの徳川将軍家の慣例に習い、通時の家の字を取って家重と名乗る。生来巨弱の上、障害により言語が不明瞭であったため、幼少から多くにこもりがちで、主食にふけって、健康を害した。教法16年12月、ヒグマシコと結婚した。発話の難に加え、 猿学をこので文部を怠ったため、文部にたけた自邸の宗武と比べて、将軍の軽視として不適格と見られることも多く、父、吉宗や幕閣を散々悩ませたとされる。このため、一時は、老中主座の松平の里,里によって廃着を呼び、宗武の擁立をされかかったことがある。吉宗は家重を選び、延京2年に吉宗は隠居して、大御所となり、 家重は将軍職を譲られて第九代将軍に就任した。しかし、法歴元年までは吉宗が大御所として実権を握り続けた。家重の将軍職継承は才能云々で次男などに家徳を渡すことが相続における徴用の順を乱すことになり、この規律を守らないと兄弟や徳川後三野などの親族さらに派閥か信羅による後継者争いが、 権力の乱れを生む、と吉宗が考えたとされる。吉宗自身が、徳川本家外から来た人間であり、将軍としての決闘の正当性が確実ではなかった、ため、再格云々ではなく、現将軍の最長子が、相続者というルールを、自らが示し守らねばならなかったこと。吉宗自身が、将軍後継争いの当事者であったことが、背景にある。 またこれとは別に、家重の長男、家春が、父とは逆に非常に聡明であったこと、つまり次世代に期待ができると判断されたことも、背景にあったと言われている。家重は吉宗存命中に、松平の里,里を老中主座から自席とし、さらに罷免し、さらに減をさらに隠居、さらに後を継いだの理由に対し、下佐桜から、 では山形に店舗を命じた。弟の宗竹には、禁親を命じ、三年後に禁親を解いた後も生涯、越権を許さなかった。家重の時代は、吉宗の推進した、教法の改革の遺産があり、綱吉が創設した、環状吟味役を充実させ、現在の会計検査院に近い制度の確立、幕府各部局の予算制度導入、法歴の勝手作り例で、 手蔵統制の規制緩和など、いくつかの独自の経済政策を行った。しかし、負の遺産も背負うこととなり、共法の改革による、増税策により、一揆が続発しの強作がきっかけであるが、本質的には、増税が原因である、社会不安が増していった。愚上一揆では、家重は、真相の徹底究明を支持し、田沼を沖継が、 表情書の吟味に参加し、老中、若年寄り、大目付、勘定奉行らが処罰され、愚上藩と相良藩に藩が改役となった。百姓一揆で、幕府上層部にまで処罰が及んだ例は、愚上一揆が唯一である。また、薩摩藩に対して、基礎参戦の工事を命じ、膨大な財政負担を、薩摩藩に負わせた。京都で、法歴事件が起きたのも、 家重が将軍職にあった時期である。また、次男の重義に、江戸城清水門内で屋敷を与えて、徳川勢を許し、御三協体制を整えた。ただ、健康を害した後の家重はますます言語不明瞭が、進み、側近の大岡忠光の身が聞き分けることができたため、彼を徴用し、側用人制度を復活させた。田沼を聞い継ぐが、 大名に取り立てられたのも、家重の時代である。徴用された、大岡忠光は、県政におごって、失政、防政を行うことはなかったと言われる。法歴10年4月26日に、忠光が死ぬと、家重は5月13日に、長男、家春に、将軍職を譲って、大御所と称した。法歴11年6月12日、 田沼を木継ぐの徴用を家春に遺言し、死去した。数え氏51歳であった。徳川家重造、徳川美希には、近所の真といえども、常に見え立てまつるものまれなりしかば、御元稿の伝藤井と少なし、お自らは、おふ弱に渡らせたまいしが、万期のことども、よく大臣に委任せられ、ご知性16年の間、四回派静かに、 万民無異の下に属しけるは、宇徳因伝のご余計といえども、しかしながら、よく主政の業を成し賜うと記されている。つまり、無能な将軍だったが、幕閣の大岡忠光や、父、吉宗の遺産もあって、平穏を保ったと言われているのである。その一方で、大岡忠光や田沼をきぐのような優秀な幕臣を、見出して徴用していたり、 感情吟味役を充実させたりしていることから、伊沢本彦は、人事能力は、優れている、隠れた名君であると評し、徳川三木の評価を、障害ゆえに、知性も低いという偏見、あるいは抜擢した、おきつぐの低評価によるものとしている。また、かい直も、障害があっても頭脳は霊利で強力なリーダーシップで、政治実験を握った将軍であり、綱吉同様。 抜角に不人気だったために低評価になったとの見方をしている。ありがとうございます。